嵐チャンネル。どうも、チーム山嵐のエステです。今回も映画紹介をさせていただきます。今回紹介させていただく映画、タイトルは、グリーンブックです。こちらは2018年アメリカの作品となっております。この作品は、実話を元にしたお話になっているので、より見たときにですね、皆さんが入りやすいお話なのかなと思います。この物語はですね、物語の主人公の息子であるニック・バレロンガが制作脚本を手掛け、自分の父親とその友人であるドクター・シャーリーの友情を映画化した作品となっております。この作品の舞台は1960年代の人種差別が色濃く残るアメリカの南部が舞台となっております。黒人ジャズピアニストとイタリア系白人運転手の2人が旅行を続けながら友情を深めていくというお話です。あらすじとしては、1962年、ニューヨークの高級クラブで用心棒として働くトニー・リップ。このトニーというのが、粗暴で無教養で、ただ、口が達者で、何かと周囲から頼りにされるような存在でした。クラブが改装のため、閉鎖になり、しばらくの間、無職になったトニーは、南部でコンサートツアーをすると計画をしている黒人ジャズピアニストのドクター・シャーリーに、そのトニー自身の口が達者であったり、問題を解決する能力なんかを買われ、運転手として雇われます。そして黒人差別の色濃い南部へ、ある理由からツアーに出かけようとするドクター・シャーリーと、黒人用旅行ガイドブック、グリーンブックを頼りに、出生、性格、全く全てが異なる2人が衝突をしながら次第に友情を築いていくという作品になっております。この作品はですね、見終わった後、自然に笑顔になって、そして涙が出るような作品になっております。このですね、作品の主人公、粗暴というか、教養というか、あまり他人のことを思ってどうこうするというようなタイプの人間ではないんですけれども、そんなですね、トニーも、最初のドクター・シャーリーと出会う前、自分自身も黒人差別をするようなタイプの人間でした。それがですね、この旅を続けることによって、人種ではなく、その一人の人間として接するようになって、友情を深めていくという感じのお話ですね。特徴的なのがですね、最初トニー奥さんがいらっしゃるんですけど、その奥さんがですね、差別をする感じのタイプではなく、分け隔てなく、人と接するようなタイプっていうのが映像として出ていまして、そこからですね、対照的にトニーが黒人の工事の人間が来た時に使ったコップを、さっと捨てるようなシーンが出てきてですね、対照的な二人というイメージがありつつ、まあトニー自身も黒人差別みたいな部分があるのかなと思って話がスタートします。そしてですね、実際ドクターと出会った時ですね、まあそういう嫌悪感なんかも出つつ、まあ仕事もないというところで、クリスマスに家に帰れるかどうかっていうところの期間をですね、ドクターと旅をしていきます。で、そんな中ですね、ドクターの性格としては、何事にも挑戦をしていくとか、人というところで判断をしていって、人種という部分で判断をするようなタイプではなく、ルール、規則なんかをですね、すごく守るようなタイプの人です。で、この話が続くにつれてですね、まあ最初、粗暴で無教養なトニーが、実は、もともと持っていた中身が、いい人間だったんじゃないかなっていうところが出てきたりですね。また黒人の人が素晴らしい感じの人間に最初見えたんですけど、そうではなく、彼は彼で弱い部分があったりとか、ダメな部分があるっていうのが、描かれていきですね。で、それプラス、旅を続けていくことによって、いろいろな問題が、発生したり、いろんな問題を起こしてしまったりして、その問題を解決していったりしていく中で、二人がですね、徐々に友情を芽生えていて、お互いが人と人、一人の人間と人間として、見るようになって、それぞれ友情が芽生えていくというような話になっていってですね、最後トニーが家に帰れた時ですね、一番最後のシーンの部分でですね、友情だけではなく、まあどちらかというと家族に近いような部分で、そのトニーとドクター・シャーリーが繋がっているんじゃないかなと思わせるようなお話でした。この話、見て必ず損はない作品になっていると思いますし、見て最後、自分が笑顔になっていて、さらに感動して泣けるようなお話だと思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今回ご紹介させていただいた映画は、グリーンブックでした。それでは。